ろ。今日のホテルに到着しました。今日はなんとニューオープンのホテルに来たんですが、バルザックっていう通りにあるホテルで、なんと私が一組目のお客さんらしい。すごい。オープン初日なのでバタバタしているんですが、どんなホテルなのか楽しみです。え、一組目ってやばくない？どういうこと？すごいかわいい。もうこの上がすごくない？この空いてる突き抜け。ナイスチュー。で、こっちがベッドルーム。で、このベッドルームの桜もすごいかわいくない？ピンがあって。白ですごいかわいい感じなんだけど、これブラウンとか。ネイビーで締めているのが、それ違えて。エッフェル塔が半分見えるよ。LV がすごいんだけど、その奥にエッフェル塔がある。すごいビューです。白に濃いウッドが可愛いね。見て。ティッシュがお花になってるの。可愛い。なんかこういうところに美意識を感じて感動しますね。珍しいカラーの大理石なんだけど、こんなさ、なんかユニットバスみたいな感じにあえてしてるのに、シャワーカーテンとかつけてこじんまり。でも大理石っていうギャップが可愛くない？久しぶりのバスタブだ。これから肌寒いからお洋服を買いに行きたいのと、あとは日本食を食べに行こうと思います。だいたいね、現地調達みたいなお洋服を買いに行くときは大きいデパートなんだけど、そこのラファエットの3階か4階に行く、その場でパッと着るシャツとかジャケットがもう欲しいから、夏のお洋服ばっかり、もうたくさん着たい服があって着ちゃったので買いに行きます。でね、リスボンでお気に入りのシャツをね、なくしちゃったの。あれどこ行ったんだろう。ハーリップトゥーのもう何にでも羽織れるシャツなんだけど、だから白シャツを買いに行きます。行きます。うどん食べるためにシュシュも切ったから、うどんのためのシュシュだからね。今日はお気に入りです。美味しいです。大体ビールを飲んでいるところか、朝寝起きで朝食をいただいているところか、それくらいじゃないかな。何しようかな、パリで。まだ決めておらず。エビ天のおうどんです。冷やしうどん。すごい自分の日本の出汁。おいしい。これルイ・ヴィトンのシャンゼリゼ通りのお店なんですが、トランクのボックスみたいになってて、これ改装工事中なんだって。すごいね、外装がすごーい。凱旋門まで歩いてきました。今日もすごい空が綺麗だった。今日のファッションはこんな感じです。お気に入りのドレスで、ちょっと肌寒いと思うのでベージュの大きめのジャケット羽織ってます。足元はレペットのイエローのバレリーナにしました。
それにちょっと季節感を出すためにラフィアバッグ1個足すならスカーフが欲しい気分です。行ってきます。今日は何も予定がないので毎日ないかお散歩をしてとりあえずお蕎麦を食べに行きます。また素敵な最新スポットとか紹介したいよね。めちゃめちゃいい天気なんだけど今パリオリンピックの前で道路がすごい混んでて規制があっていつも15分で行けるところが40分ぐらいになってたりとかするからもう歩いちゃう。楽しみ。ネギトロです。嬉しい。うん、お前めっちゃ幸せ感じる。お蕎麦が来たよ。盛り蕎麦にしました。気になるコーヒーショップに来てみました。めっちゃ混んでる。にぎわってます。天井がめちゃめちゃ可愛い。なんかタロットみたいな雰囲気がいろいろミックスしてて可愛いです。モスラテをオーダーしました。すっごい混んでる。アイテムとかもすごい可愛い。夕方なんだけどこの時間のもうすぐ多分西日が入ってくる時が一番好きです。ランチに行ってカフェに行ったりしたんだけどクラッと立ち寄ったアボンマルシェのシャネルでお買い物をしちゃったので開封しようかなと思います。今のアボンマルシェの謎の袋、今回は帽子を2つゲットしました。まあ絶対に使うものなのでね開封しちゃいます。だいたいお買い物するときパリでシャネル何店舗か見てから買ったりするんですけど、でも帽子とかって置いてあるものがお店によって全然ラインナップ違ったりするので会ったときに買いました。まず一つ目はこちら、かわいい。タイル地のバケットハット、これから夏使えそうなのでこんな感じ、かわいい。結構大胆にシャネルって入ってるんですけどパイルだからカジュアルに使えるなと思って、パイルは結構ガシガシ使えるので何個あってもいいと思って買っちゃいました。かわいい。これともう一つ帽子買っちゃったの。でもこれも全然キャラが違くてシーズンも違うからいいやと思って、じゃーん、サテン地にパールデザインのシャネルのマークがブローチでついているキャップ。ぴったり。キャップってカジュアルアイテムなんだけど、サテンだと上品にまとまるのでサテンキャップって大好きなんですけど、シャネルでもこういうベーシックなカラーであったのでゲットしました。でパールがついてるってことは本当にもうきれいめなドレスにも合うから秋冬のきれいめコーデで活躍しそうだなと思っていち早くゲットしました。2つ買ったけどどっちもベーシックだから絶対に間違いのないお買い物だなと思って2つ買っちゃいました。次来るのも先だと思うし日本であんまりお買い物しないからしてるか、でもお仕事をとにかく頑張ればいいかなと思って私はお買い物した方が運気が上がるタイプらしいので
お買い物は引き続きしていきます。頑張ります。はい、今日のステーキ屋さんに並んでます。パリでめちゃめちゃ行列のステーキ屋さんで、冬に来て寒いから並ぶの諦めてるんですが、今日は気候がいい感じなんで並んでみようかなと思って、並んだらもう多分ここで1時間ぐらい並んだ、もうすぐだと思うんですけど大行列。やったー、やっと入れました。やっと入れました。1時間半ぐらいかな。お腹すいた。メニューを登録したら入ってて、楽しみ。ここに、なんか書き込まれました。すごいオペレーション分回してる。サラダが来ました。ステーキ。フレンチフライです。たっぷり。なんか、バターが効いてて、スパイシーで、なんか不思議な、美味しい。なんか美味しい。それになる味。川の色と空の色がエメラルドに見える。すごい綺麗。来ました。おすすめレコメンドのカクテルを作ってます。このカクテルもすごい美味しくて、ラベンダーが乗ってると思ったらセサミで、すごい美味しかった。見たことない、ほんと。シンプルな朝食にしました。パリで宿泊したバルザックホテルともお別れです。とても素晴らしい宿泊体験でした。シャンゼリゼ通りからも近いから、みんなにおすすめです。全部まだ完成されてなかったから、もう一度来たいなって思いました。次はどこでしょうか。次の宿泊場所はここなんですよ。お店のような場所。はい。ネクタイとか。ああ、ローブがすごいかわいい。メンズのローブ？かわいい。こういう風に着るらしいけど、こんな人見たことない。おしゃれ。ああ、これはなんか、おぎやはぎのおぎさんにお土産を買っていきたくなる感じですね。スリッパかわいい。このカバナのカラーがすっごいかわいい。かっこいい。 So that's the living room with so you have a small kitchen here. So here is a special bed, a stand bed. わあ、かわいいタイル。すごい。すごい。タ
イルがブルーで柄になってる、かわいい。Who's here? Oh. Okay? Okay. こんなお部屋に住みたい。このリビングのダイニングテーブルもヴィンテージのものなんだと思うんだけど、このチェアもかわいいね。これもヴィンテージのスカーフかなって思ったけど、なんか NASA っぽい雰囲気になってるだろう。不思議だね、こういうスカーフにこういったデザインってあんまり見たことない。このさ、こういう伝統的な柄にUFO が書いてあったりする、なんかミスマッチでそれも可愛い。このスイートワンはカクテルと音楽を楽しむためのお部屋っていうコンセプトらしい。今日宿泊するのはこのお部屋です。ホテルではなくてアパートメントっていう感じなんだけど、そのスイートルーム、さっき紹介してもらった方がオーナーで、その方の趣味とか好きなものを詰め込んだお部屋のスイートの一室です。なんかお金持ちのお友達の家に遊びに行くみたいな感じなのかな。いやすごい、こんなにおしゃれな空間をこんなに浴びたことないっていうくらいシャレすぎてて、おしゃれっていう言葉を使うのも申し訳ないというかなんだけど、おしゃれ、これこそおしゃれみたいな感じ。本当におしゃれな人って音楽だったりアートのカルチャーの背景があるから、それをすごく感じるお部屋で、とても魅力的。好きな本が置いてあったりとか、好きな音楽レコードが置いてあったりとか、お酒が置いてあったりとか、すごいね魅力的なお部屋。今日ちょっとお買い物行こうかなとか思ったんだけど、全然なんかずっとここにいたいって思うくらい素敵なお部屋。ベッドの作りがめちゃめちゃ可愛かった。あれ私もやりたい。ここは歴史あるアーケードみたいで、ホテルの近くにあったので来てみました。たくさんねアートプリントが飾ってあって、ちょっと欲しくなっちゃうような、現代的なのもあればすごくヴィンテージのものもありそう。なんかフレンチ食べたいからちょっと明日予約しようかな。
ートブックとあとトートバッグお土産に買いました。ミスターキーというか、ムースでした。ありがとうございます。パスタみたい、これでいいよね。メインはお魚を選びました。これタラが中に入ってるみたい。グリーンがすごい綺麗。あとこのムール貝が入っているのがフランスっぽいですね。おいしい。あっさりしてるんだけど、このムール貝が香りがあっておいしい。デザートはチーズケーキにしました。ちょっと食べちゃった。全部の料理がおいしくて本当に幸せでした。ノートルダムの近くに来ていました。もうすぐ日が沈みます。でもまだね、9時過ぎ。ちょっと今日は肌寒いのでジャケットが必要。あ、何かギフトが置いてあります。なんだろう、なんだろう。かわいいなって思って人のお店で見てたの。全部生地が素材が違うの。かわいい、嬉しい。かわいい、嬉しい。あー、動画で昨日話したスカーフ、すごいユニークでかわいいなって思ってた。かわいい。歩いてたらキラキラがありました。今日はこの美術館のレストランができたということで初めて来てみました。すごいよ、上から見渡せるらしい。カフェの予約をしたんですが、外の景色がこんな風に見えるという席です。反対側は美術館が一望できる席でした。上から見れる。はいね、多分2年くらい前にいた時はこのカフェはなかったです。あー、かわいいチェリーのソースですね。美味しそう。全然わかんなかったので、チェリーって書いてあるものを頼んだらすごいかわいい。アイスにビスケットが乗ってて、エルダーフラワーが乗ってるらしい。どんな味なのか気になる。うん、美味しい。チェリーのコンポートが甘酸っぱくて美味しい。バニラのムース。鏡張りなので足元にこういう袋カバーをつけることになってました。テニスボールが。お土産のダローザのチョコレートを買いに来ました。テイスティングさせてもらえるそうです。
これはレーズンのコーティングされたチョコレート。とんでもなく香りのいいお花の香りがする。それがすごく美味しくて買いに来ました。いつも帰国するときに買って帰ります。イタリアの食パンも売って、あ、これキャビアのパンケーキだ。今日はパリ最後の夜なので大好きなキャビアのお店に来ました。すごい雰囲気や、すごい楽しくて、ここのキャビア屋さん初めて来たんですけど、パリの老舗のキャビアのレストランでベイクドポテトが美味しいって口コミに書いてあったから、それがすごく楽しみ、頼みました。あー、大きいパンケーキは初めて。うわー、すごい、ベイクドポテト、すごい贅沢。いただきます。おいしい、とろけた、おいしい。これね、いただきます。おいしいポテトって馴染みのあるものの超高級品って感じでおいしい、最上級の幸せって感じ。すごい空がピンクで綺麗。コンコルド広場に来たんですが、オリンピックまであと1ヶ月、着々と準備が進んでます。すごい、ここが会場のあたりするのかな。こんなのは初めて。あ、でも観客席みたいなのがあるから、なんかここ通るんじゃないかな。ここもいつも撮影スポットでにぎわう橋なんですが、めちゃめちゃ工事中。これは逆にレアじゃない？一生ないんじゃない。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。